華道家の宮本理丈です。今日もレッスンしていきたいと思います。今日は枝物の溜め方、曲げ方ですね、何パターンかありますけど、それをご紹介していきたいと思います。火場からいきますか。ちょっと分かりやすいように枝落とし、ちょっとこう枝落としますか。まずは、折り溜めですね。まあ半折れぐらいは大丈夫な花材は、半分折っちゃうと、まっすぐですかね。ほぼまっすぐですよね。このまっすぐなところにカーブをつけたい時に半分折ると。一回いきましょう。ポイントは、まあ、こう手と手を離してるとうまくいかないですね。近づけるバキッとこういった時に戻しちゃうと良くないです。行った時に止める、バキッて行った時止める。そうすると今こう一箇所曲がったと思います。ただこのままだとこう自然なカーブに見えないので、ここを今溜めましたけど二箇所ぐらいですね、前後上下を溜めてあげます。パチッと今3箇所溜めましたね。3箇所溜めるとこうちょっとカーブが丸く見えると、ね、だから折り止めとかちょっと急激に溜めるときは1箇所だけやっちゃうとカクッとなっちゃうので、こう丸みをこう出させてあげるために、2箇所3箇所4箇所5箇所何箇所でもいいですけど、細かく分けて溜めてあげるといいと思います。半折れ上等ってやつですね。折りだめポイントはその枝の粘り、あと例えばその日すごい部屋が乾燥してたりするとちょっとコンディションが変わってきたりするので、そういうのでしょう、こう折る加減を変えたりすることもありますね。ちょっとじゃあ花材を変えてみましょうか。これは、サンゴミズキですね。これもちょっとやってみましょうか。折りだめ開けましたね。今ここが溜まりました。2箇所目、あ、そうですね、溜まってきましたね。3箇所と、まあ、下から上にやる方が良かったりしますね。ですね、こういう感じで溜めていく。この花材もできましたね。たまにこの折れなくてこう伸びきっちゃう時があるんですね。その時は切りだめといって、切りだめとかハサミだめって言いますけど、やることがあります。ちょっとこの皮1枚切ると、切ってサクッとやると、こんな感じです。ちょっと手元を見てみましょうか。切りだめハサミだめと思いますけど、皮1枚ぐらいですね。本当にこんな感じで、多分3箇所今切りましたけど、ここからサクッと、こう繊維は、まあ、こうちょっと半分ぐらいはやっちゃっていいってことですね。でこれで水が上がるんですかっていう質問が結構あるんですよね。ここもう切っちゃってますよね。これで水が上がるんですかって折りだめもそうですけど言われることありますけど、どうやら皮で、まあ、水吸うらしいんですけど、力吸えるみたいで上がるっていうことでですね。ここまでやっても水はちゃんと上に持ってってくれると。すごいですね、植物のすごさですね。こうやって切りだめすると綺麗に場所を決めれるのと、戻りにくいってことですね。折りだめよりは、まあ、折りだめも折りながら繊維を切るのである程度は大丈夫ですけど、あんまり深く切りすぎちゃうとさすがに折れちゃうので注意が必要ですね。まあ何回も僕も折ってますけど、調子に乗ると折っちゃいますんで気をつけてください。次にくさびだめっていうのをやってみますかね。はい、じゃあくさびだめは火花でもやることありますね。とか桜とか、まあ折りだめも、まあ、切りだめもそうですけど、やっぱり溜めた後に、まあ、また戻っちゃうっていう心配があるんですよね。でくさびだめっていうのはくさびを中に入れていくので、まあ、戻る
心配はなくなってきます。ちょっとやってみたいと思います。ここら辺ね、くさびを入れていくんです。どういうことかっていうとですね、まあ、できたら同じぐらいの太さ、溜めるところと同じぐらいの太さの同じ種類の枝をくさび用に用意します。そうですね、できたらまっすぐなところがいいですけど、でこれノコギリですね、あのくさびだめ作るときはこの刃が薄いやつがいいですね。これまあまあまあ薄めですね。これちょっと細工する用ので、そうですね、ここをまあ溜めたいって、ここを溜めましょうと、ちょっと分かりやすくしよう、ここを溜めましょうというときに、まず溜める方を切りましょう。でね、息を吹きかける、ここね、ここを溜めましょうということですね。そうするとこれと同じぐらいの太さのところ、ここ行きますか。ここ見えますかね。同じぐらいのこの三角形のチップを作るわけです。細かいでしょ、ちっちゃいでしょ、こういう三角形の、三角形というのはこれくさびですね。これをさっきの切ったところ、ここにこうグーッと入れていくと、そうするとここが今溜まりましたよね。これ今、まあ、まっすぐからするとこういうことですね。ここが今くさびが入ったところですね。これもやっぱり1箇所だと変なので、2箇所3箇所と入れていきます。飛んでちゃう。そうすると戻らない。これで今2箇所入りましたね。だいぶ溜まった感じしますかね。これで今2箇所入って、ここが今2箇所入りましたね。もう1箇所やるとすごい溜まっちゃうけど、まあ、もう1箇所やりますか。このくさびのやっぱり角度で溜める角度も決まるので、あんまりこう大きくしすぎると、あ、失敗した。小さく作るの結構難しいんですよね。失敗、でここに入れていくと、こうすると安心ですよね。あ、ちょっとわかりやすいからちょうどいいか。入れたところね、もう皮がこう取れちゃった時は後からこうのりで貼ったりしますけどね。わかりやすいようにこの3つ入りますよね。そしたらもう見てください、こんなに溜まります。でもまあ折れてないと、まあ、こんなにさすがに溜めることないけど、これくさびだめって言います。溜めが戻りやすかったり、しっかり固定したい時には一番、まあ、強力な溜め方、まあ、ただこれも折れやすいので注意が必要ですね。ちょっとこう太めの枝の時はこう手でもどうしようもない時はね、こう、まあ、ここが床だとするとこう溜めたい時は床に当てながら溜めたりもしますね。ぐいぐい下を溜めたい時はこのカーブですね。体重かけて手だけじゃどうしようもなんないですね。特に根を溜めたい時は体重かけると。僕はまあ男なので力技で結構やってるように見えますけど、70代80代のおばさまたちも本当に立派なお成果作られてたりするのは、やっぱり貯めるのにはコツがあるからってことですね。力だけじゃなくて、まあ、切るのもそうですけど、そのコツを
覚えていくと、結構何本も折ってね、分かっていくものだとも思いますので、やってみていただければと思います。折りだめ、切りだめ、くさびだめ、炙ったりする時もありますね。難点の枝とかね、曲げるのとは違うんですけど、例えばねじれてる場合ですね、表面を合わせるのにねじり込んだりしますね。ねじりだめみたいな、これはまあ曲げるとはちょっと違いますけど、こう正面を出すためにねじったりするのもあります。まあ、ちょっと番外編ですけど、全くたまらないためにくい花材ってのもありますね。例えば雪柳なんて、そうですね、これ今用意しましたけど、こういう時は全くたまらないわけでもないけど、ためづらい、すぐ折れちゃう枝みたいなのもあります。その時はワイヤーですね。まずこれ太いところをためたい時は太いワイヤーですね。で、下からまあ巻いていく感じでやってますね。こう太いワイヤーを巻きつけていく。こう下からやるのはこう葉っぱをかわしやすいからですね。葉っぱとか小枝をかわしながら、こう黒い、今茶色いワイヤーがどんどん上に登ってってると思います。こんな感じで、これで今こう螺旋状に入ってったの分かりますか ね。そうすると折れやすい花材とかも、もうワイヤーの力でこう持っていけるってことですね。まあ、っすぐにするしたい時も逆にありますね。溜めるといっても、まっすぐなものを曲げる場合と、曲がってるものをまっすぐにする場合もありますね。だからまっすぐにしたい時も使えますね。これは太い枝にはやっぱ太いワイヤーじゃないとたまらないし、細い枝に太いワイヤー巻いちゃうとその重みで下がっちゃうことがあるので、細い枝のところ先端とかは細いワイヤーを入れますね。先端の方は今度細いワイヤー入れましょうか。緑にしましょうか、ね、細いのはさっきも言った通り太いワイヤー巻いちゃうと重みでね持ってかれちゃうので、まあ、この枝先をこっちにちょっと変えたいなっていう時は細いワイヤーを巻いていくと。多少これ巻いてる時にこう葉っぱが、まあ、多少は犠牲になっちゃうのしょうがないですね。でもまあ上から巻くより下から巻いた方が犠牲者が少ない。こうなると余ったら切っちゃいましょう。今ここからここら辺までワイヤーが入ったわけですけど、ちょっと上に上げるぐらいは簡単ですね。さっきこう逃げてっちゃってましたよね、こっちに。これは前に持ってきたと。切ってきたい時とかはこう細いワイヤーでやりますね。折りだめ、切りだめ、まあ、くさびだめ、あとちょっとワイヤー使ったやり方ね。まあ、大体これぐらいあれば大体のが枝物はねいけると思います。いずれにしてもですね、何本も触ってやってみるのが大事です。いきなりうまくいかないので、僕も何本も折りましたし、未だにやっちゃうこともありますし、何本も触ってみながらこういう感覚ね掴んでいくといいと思います。はい、皆さんもぜひ挑戦してみてください。はい、以上で終わります。